引け渡罪の声は、第二次世界大戦末期に戦没した、日本の学徒兵の遺書を集めた、遺構集。1947年に、東京大学共同組合出版部により、編集されて出版された東京大学、戦没学徒兵の手記集、遥かなる三二に続いて、1949年10月20日に、出版された。PC 級戦犯として死刑に処された。 学徒兵の遺書も掲載されている。編集顧問の主任は医師、そして戦没学徒の遺族である中村勝郎をはじめ、後の編集委員として渡辺和夫、真シも慎一、小田切秀夫、桜井常次が関わった。1963年に続編として戦没学生の遺書に見る15年戦争が公文社から出版され、1966年に 第2週、聞け和田摘の声に解体された。聞け和田摘の声の観光をきっかけとして1950年4月22日に、日本戦没学生記念会が結成された。類似した題名の映画が何本か制作されている。また、この観光収入を基金にして、戦没学生記念像和田つみ像が制作され、京都市北区の立命館、大学国際平和ミュージアムで展示されている。 学徒兵の意向を出版する際に、全国から署名を公募し、応募のあった約2000通の中から、京都府在住の藤谷武雄のものが採用された。藤谷のそもそもの応募作は、果てしなきわだつみであったが、それに添えて応募用紙に、嘆けるかいかれるか、旗も出せるか、聞け果てしなきわだつみの声という短歌が添付されていた。なお、この詩は、同社の関東に記載されている。 わたつみはわたつみを意味する日本の古語である。聞けわたつみの声は、若い戦没者に人間としての光を当てただけでなく、特に学徒兵の多くは、己の学業が心ならずも頓挫し、自分が異常な状況に置かれていることを深く見つめた内容を記述しており、本来であれば平和に生きていたはずの若者が、免れようのない死と直に向き合ったとき、どのように感じるのか。 ということを伝えてくる。当時の軍国主義的潮流下にあった先人君世代などと呼ばれていた人々の評価を覆すものとして大きな衝撃を与えた。原版を作成した東大共同組合出版部は戦没者遺族が編集に携わっていることもあり、編集方針として平和への訴えを掲げた。編集者の一人である渡辺和夫からは、 かなり過激な日本精神主義的な戦争王家にも近いようなものまでも全部、再録するのが公正であるとの意見も出たが、その後、痛ましすぎる声はしばらく伏せたが方が良いとして、意見を撤回している。このような方針に対して、立花隆は天皇と東大でこれを、左側からの歴史の改ざんであると批判した。富岡孝一郎も、 新大等は戦争肯定論にて残された言葉が戦後の反戦平和運動のスローガンに利用されたと述べている。ただし、後に続編として出版された第二周期ケワダツミの声では右翼的表現や日本主義的言辞が含まれた手記も再録されている。また、応募された候補作の内不採用のものと再録されたものを比較しても内容に大きな差はなく、 激しい軍国主義、愛国主義調の主記は存在しなかった。むしろ当時の学生の間では概ね共通した軍国主義批判、国水主義批判の風潮があったとされる。第二週ははじめに岩波書店に出版を申し込んだが岩波側が岩波文庫から出版するには新しすぎるとしたために公文社のカッパブックスから出版された。このか。 聞け和田罪の声は、当時ごく少数であった、高等教育を受けたインテリの文章を集めたもので、あり、人間本来の死ではなく、インテリの死だけを美化したのではないかとの意見や、インテリと教育を受けていない、一般民衆との間には、価値観の違いがあり、一般民衆の戦争観の視点に、編集側が欠けているのではないかとの批判がある。三島由紀夫は、聞け和田罪の声について、 てめえはインテリだから偉い。大学生が無理やり殺されたんだからかわいそうだ。それじゃ小学校しか出ていないで兵隊に行って死んだ。奴はどうなると批判している。遥かなる参加には、東大だけが大学ではあるまいとの批判を、交換から受けたが、聞けた罪の声も、誰それは、どこの学校を出ているといった事柄にこだわることで、成り立っているとの評価もある。上記に付随して、 一部からは手記の内容を編集方針にそうような形でに不当に改ざんしているという批判がある。実際に再録されたものの中には編集された内容のものもあり、例えば佐々木八郎のエッセイ、愛と戦と地には、しかし僕の気持ちはもっとヒューマニスティックなもの、宮沢賢治のカラスと同じようなものなのだ。憎まないでいいものを憎みたくない、そんな気持ちなのだ。 正直なところ、軍の指導者たちの言うことは単なる民衆扇動のための空念仏としてしか響かないのだ。と書かれているが、軍指導者たちの言うことという部分は現以降では、防米防衛撃滅とか、十億の民の解放とかいうこととなっていた。また高木勤の出記については、当社公で、ソ連ヘイクルの噂飛ぶ、ゲーペウー潜入、駆逐艦港南入港の噂入る。 となっていた点が、筆者校では、ゲーペイウー潜入の部分が赤線で削除され、そのまま出版された。どちらの内容も審判でも訂正されずにそのままとなっており、法政大学名誉教授の岡田博之はこれについて、編集者を批判している。ただしどちらの手記ももともと、遥かなる三画に、で再録されていたものであり、当時は、 GHQ の占領下検閲が行われていたため、このような表現の変更が行われた経緯がある。岡田はそれを検閲がなくなった審判になっても、訂正していない点について批判しているのであり、一部で問題とされる、編集方針に沿わない文章の改ざん、つまり手記の、意味している、内容自体を変えてしまうような改ざんはなかったと主張している。 1994年4月23日の和田積会総会で副理事長の高橋武友が理事長に就任し第4次和田積会が発足する。この人事によって和田積会は志を同じとする組織ながら旧版の編集責任者である中村克郎らを支持する会員と新理事長の高橋武友らを支持する会員とで内紛が発生した。 第四次和田積み会は1995年に審判、聞け和田積みの声を出版したが、中村勝郎をはじめとする旧藩支持者から、誤りが多い、遺族所有の原本を確認していない、意向が歪められている、意向にない文が付け加えられている、訂正を申し入れたのに増刷でも反映されなかった、といった批判を浴びることとなる。1998年、 中村勝郎らが新たに和田摘遺族の会を結成。うち中村勝郎と西原若菜が遺族代表として和田摘会と岩波書店に対して勝手に原文を改変し著作権を侵害したとして審判の出版差し止めと精神的苦痛に対する慰謝料を求める訴訟を起こす。原告が提出した原本と審判第一冊の対象データをもとに 岩波書店が修正した第8冊を1999年11月に出版し提出した結果、翌12月、原告は要求のほとんどが認められたとして訴えを取り下げた。ただし、審判は中村ら原告側が編集に携わっている、遥かなる三画になどを厳選として作成されており、裁判では誤りを自ら訂正しなかった原告を、 含めた双方に過失があると判断された。ありがとうございます。